ーーーさん5ユーロ払ってるけどメッセージなしと、えー、薬物のようなテンションを上げるものではなく存在しているだけでテンションが高いものって何だと思いますか私はアメリカ人がパーティーでかぶる機能性の全くなさそうな三角帽子だと思ってます。まあ、でもネクタイとかあの会社員が締めるやつあ要はそのネクタイを締めるとちょっと気分が引き締まるって言ったりとかあとあの、まあ、お医者さんとか看護師さんとか白衣をくるとまあ、その仕事をするみたいな感じでそのある程度その。 仕事で使うユニフォームって、そういうその気分のセッティングになったりするんですよね。野球選手だとユニフォームを着たりとか、多分、そのなんかサッカー選手だと、そのなんかあの、スネ当てとかをつけたりすると、そういう気分になるみたいな感じで。なので、そういうセッティングっていうのは割といろんな人が自自身で持ってたりするんですけど、で、その、多分、そのスイッチを自分でわざと決めた方が、あの、自分のコントロールをしやすいと思うんですよね。 その、ま、例えば勉強するときはこうするとか、その、ま、そのじゃあネクタイを外す瞬間が、その家帰ってきてネクタイを外すと、これからリラックスするぞって気分になってリラックスしやすくなるみたいな。理性で自分はこうした方がいいよね。例えば集中したいとかね。リラックスしたいとかっていうのと、実際その体がついてくるかどうかって結構分かれてることがあるので、なのでそのスイッチを決めることによって、その理性でそのスイッチを動かすことによって、体がそれに、あの、合わせてくるっていうのがあったりするので、なのでその、もしその、 なまあ体が疲れて休めないとかだったりとか、そうなんか集中した時に集中できないとかっていうタイプの人はそういうなんかスイッチを自分で決めるとうまくその体をコントロールできるようになったりしますよ。その、あの、体を思い通りに動かすっていうのと、その後その、えっとまあ考え方とか神経とか集中力とか、その自分の内面の能力をコントロールする能力って高い方が多分やりたいことがしやすいんですよね。 要はそのすごい集中したいと思ってるのに、なんか全然集中できないって言ってやりたいことがやれない人とかもいるので。なのでそこら辺のなんか自分の能力をこう、最大限出したい時に最大限出せるような、あのまあスイッチだったりやり方っていうのを知ってる方が、その、まあ、 えっと、100点中80点の能力がある人であれば、別になんか70点になっても60点になってもそこそこのパフォーマンスできる、出せると思うんですけど、その、ま、今放送見てるようなあの無職の人とか、コンビアおじさんとか、コンビアお坊さんとか、ニートの人とかっていうのは基本的にはその点数超頑張っても59点とかで、基本的にはもう59点以下で人生歩んできた人だと思うんですよね。 ただでも、あの、コンスタントにその50点以上の点数、例えば55点とか56点とかを出せるような、その、要は体のパフォーマンスの最大限をいつでも出せる入植と、平均的にはその50点以上の点数を出せるっていうことになるので、まあ、通常の人よりはそれなりに能力高いよねって言われることになると思うんですよね。その上限がたった59点だとしても。なので、その上限の高くない人であれば、その、まあ、精神的なセッティングだったりとか体力とかも含めて、 そのパフォーマンスをを最大限出すすっていいいいう訓練をしととた方が得なななんじゃないかか思いますよく寝るとかね、えー、放射性廃棄物の処理で原発を作った時は日本海溝の底を掘って捨て将来的にマントルに落として処分する予定だったのですが海に捨ててはいけないというロンドン条約に加盟してしまい捨てられなくなった時のことがあります条約を破棄して捨てるリスクとこのまま廃棄物を貯め続けるリスクどっちがリスクが高いと思いますか えっと、発想として言ったっていう人がいるだけで、その残念ながらあの日本海溝の底まで行けるほどの潜水艦を日本は持ってないんですよね。深海2000っていう潜水艦が確かあるんですけど、で、それが行けるのが2000メートルで、日本海溝で8000メートルぐらいで、マリアナ海溝で1万5000メートルとかそれぐらい っていう感じで、その、実はその、海溝の底って何があるかまだ分からないんですよね。その、ま、圧力高すぎちゃっていけないんで、なので、ま、きっとその、なんか深海生物とかいるんじゃないかとは言われてるんですけど、実際もう何がいるかもよく分かんないですよね。で、まあ、最近はそのいろんなその潜水艦とかの、あとその、あの、あの、カメラとかの技術が上がってきたので、割とすごい深いところでも動物見、その植物とか見れるようになったんですけど、 思ってた以上に深海生物多いんですよね。最近その、あの、ま、深海言うてもそんなに生き物いないだろうと、その太陽の光も入らないから、そもそもその生き物なんか全然いないだろうと思ってたんですけど、最近行ってみると結構嫌がる大生き物っていうのになって、その新発見の生物、うひょうぎょうゆるみたいな感じだったりするので、なので、結局その深海に行って何とかするっていうのはまだあの人類そこまで行く技術がないっていう。 その月までは人類行ったんですけど、実はその地球の底というかその海の底にはまだ行けてないんですよね。なので上には行けるけど、下ってあんまりまだ行けないっていうレベルだったりします。人類の技術っていうのは。<laughs> えー、職場での人間関係についてです。今勤めている職場には30の時に入ったのですが、職場で自分よりも車歴の長い年下のとこに舐めた態度を取れるんですが、こういう人間に対してどういう対応をするのが良いと思いますか礼儀正しくした方がいいと思います。 え別に年下とか年上とか関係なく職場の人には敬語を使っている自分からすると考えられません。その人は自分が嫌いな人には態度は分からさまに出してきますが、自分は周りの迷惑になるのはあまりやりたかりません。広瀬さんの危険を聞きたいです。 えっと、周りの人はそれを見てるので、あ、この人はそういうレベルの人だなという風にしか見られないので、で、むしろその、大人の対応してる方が、そのシュークリームさんってあの人大人だよねっていう評価があるので、その、要は他人に対しての対処っていうのを周りの人は見てるんですけど、そうすると周りの人は、あ、この人って大人だな、この人子供なっていうのを、周りの人が評価してくれるわけじゃないですか。で、その、シュークリームさんが大人だなっていう評価をするためには、シュークリームさんより、 その子供な人とか、能力値が低い人がいないと、そういった的に高いポジションに行けないわけじゃないですか。なので、その、自分のポジションを高くするためには、自分より低い人っていうのは必ず必要なんですよ。まあ、その絶対評価で、あの、自分自身で事業をやってますとかで、自分が社長ですであれば、別にどうでもいいんですけど、ただその社内でいいポジションを取るには、自分より下の人っていうのは必ず必要なんですよね。 なので、その自分より下で使えないやつとか、自分より下で態度が悪いやつっていうのがいるおかげで、あのなんか今度最近入った人ってなんか、あのま、真面目で大人だし、なんかあの安定してるよね、みたいになのだったりするので、なのでラッキーぐらいな感じで受け取るといいんじゃないかなと思います。 知り合って1年半で告白され、体の関係を持った相手が、実は既婚者子持ち、かっこ3歳児童で、急に音信不通になりました。何か相手を追い詰め、責める方法はないでしょうか今のところ内容証明を送るつもりです。私は26歳、相手は45歳です。えっと、まあ、どちらが男女かはわからないのですけど、基本的には、あの、不倫をした場合、その、えっと、ま、前にもこれ同じような質問も答えた気がするんですけど、あの、夫婦がいるマスと。 で、その夫婦の生活を脅かすような不倫行為というのをした場合は、そこに手を出した人が訴えられて、まあ、あの、高い金額だと100万円近く、下手すると300万円とか取られたやつんですよ。要はその結婚生活を脅かすということは、民法上は不法行為に当たるので、 なので、あの、要は、告白される体の関係を持ったとはいえ、相手の人は結婚して子供もいる状態なので、訴えられてお金を取られるのはタマさんの方です。で、その、要は、その、えっ、ー、と、相手の人が既婚者小持ちであるということを言わないで、その、口説いてきて結婚できるものだと思い込んでいた。だから体を許したっていうのであれば、その、 結婚詐欺を目論もうとしたという証拠まであれば、例えば結婚しようって言ったとか、その、あの、結婚してないし独身ですって言った証拠とか、メールとか LINE とかがあるとかであれば、戦える可能性はありますけど、ただ、それは、不倫でまず訴えられて損害賠償を取られた後に詐欺で訴えて、損害賠償を取れるかもしれないねって話なので、基本的には泣き寝になると思います。なので内容証明を送るっていうのは逆にその不倫をした証明になってしまうので、裁判になった時確実に負けることになると思います。 要はその仮に不倫だって訴えられたとしてもやってませんという逃げ道があるんですけど内容証明を送った時点でもうやってませんという逃げ道がなくなってしまうのでその騙されて悔しいという気持ちはわかるんですけどその日本の法律上それで戦おうとすると不利なのでその要は救済してほしいのであれば日本の法律通りやらない方がいいんじゃないかなと思います。 両国、ロッパに留学してるんですが、もうポンドで払ってる時点で、あの、イギリスってバレバレですけど、えー、現在滞在2ヶ月目で予想以上にネイティブ英語は聞き取れず困っています。どうしたらいいでしょうかそんなもんです。僕もアメリカいるとき、基本そんなにあの、すぐ聞き取れるようにならなかったので、3ヶ月ぐらいしてからすかね、なんとなく分かったかな、みたいな。それまでは、あの、ま、留学生の多い寮に住んでたんで、その、留学生の友達はいっぱい作ってたんですけど、 ただその、やっぱネイティブのアメリカ人の人、その僕はあのアメリカの南部にいたので、その癖が強いんですよね。白人の人でもその、ま、あの、アメリカでいうレッドネックと言われる、ちょっとあの、なんかあの、ま、山形県みたいな、なんかちょっと鉛のある感じなんですよね。その南の方のエゴって。 っていう、その癖の強い白人英語と、あとまあその黒人さんが多い時期だったので、その黒人さん英語だったりってので、なかなか聞きづらかったってなりますけど、まあ暮らしていればなんとかなりますよ。時間の問題だと思います。 えー、無痛分娩について、以前、ひろゆきさんは出産における最新の医学みたいなお話をされていたような気がするのですが、このあたりのお話を聞きたいです。将来、無痛分娩にしたいなと思っていますが、少しなんです。ひろゆきさんなら無痛を選択されますかえっ、ー、と、まず、僕男性なので無痛分娩はなかなか難しいと思うんですけど、あと別に最新の医学の話をしたんじゃなくて、あの、て先生っていう保育士さんと、 あの、お話をする機会があって、で、その時にそのフランスってこういう仕組みですよ、みたいな説明をしたっていう話で、で、日本の場合って無痛分娩って、まあ、ほとんどないんですけども、あの、フランスの場合って、まあ、約9割が無痛分娩なんですよね。だって、痛いの嫌じゃんっていう、まあ、四国当たり前の話なんですけど、で、ただ日本の場合って、その、なんか、痛い思いをして産んだ方が愛情が深まる説みたいなのがあって、別にあの、フランス人も子供愛してないかって、そうじゃなくて普通に愛してるんですけど、 で、その、他にもまあ理由として、あの、日本人って、その先輩後輩文化みたいなのがあって、その先輩ってすごい苦労したんだから、後輩も同じように苦労するべきだっていう謎理論が部活とかであるじゃないですか。学校とかで。 要はあの、先輩が偉いんで、先輩に言われたことは後輩やらなければならないみたいな。で、その自分たちが後輩と呼ばれていろいろやってた時代があるので、じじゃ新人が入ってきた時も、もちろんその、あの、自分たちの手下のように使うと。なので、自分が苦労したんだから、自分より年下のやつも苦労するべき。なので、自分がその痛い思いをして子供を産んだんだから、無痛分娩とか許せないっていうのがあるんですけど、ただそれをそのまま言うと、あの、ま、いかがなものかっていうのがあるので、そのなんか痛みを覚えて、 た方がが子供にととって愛情だとか,なんかあの全く論理的なな話をしがちなんで、すよねでもう一つの問題があって、実はあの日本って産婦人科が個人でやってる病院が多いんですよね。まあコメントにもありますけど、麻酔科医少ない問題っていうのがあって、その要は個人の産婦人科医の場合って、麻酔打てなかったりするんですよ。 その麻酔って、まあ麻酔科専門の医さんがいるように、体重がこういう体重で、じゃあその何かアレルギーがありますかとか、その体調によって、じゃあどの麻酔を打つか。で、その、例えばアレルギーがあるんだったらこれは打てないから代わりにこれにしようとか、じゃあある程度その全身麻酔だった場合に、これを途中まで打って、それからこっちに変えようとか、結構細かく見なきゃいけないので、基本麻酔って専門家のまあ麻酔科医という人が扱わないと、とんでもないことになるんですよね。全身麻酔って下手を すると死ぬんですよ要はその、あの、意識がなくなる状態なので全身麻酔って。なので、容量間違えると人死んじゃうんですよね。なので、その産婦人科の人が、その片手までできることではないので、日本の産婦人科の場合って、無痛分娩やりたいですっていうと、いやいや、愛情がとか痛みを持ってって言うんですけど、本当の理由は、うちの病院は麻酔が打てない。 設備がない。麻酔科医がいないなんですけど、それを言うと、え、じゃあ設備が足りない病院で産みたくないとかってなっちゃうので、その麻酔科医がいないですとか、うち麻酔扱えないんですよって言わないで、その痛みを持って子供を産むのが正しいことですみたいなことを言いがちっていうのがあるんですよね。なので、なかなかあの、こう、日本は変わらないんじゃないかなと思いますけど。 えー、無痛分娩って、全身麻酔なの,、えっと、あの、この背骨のところに、ま、あの麻酔を打って、全身麻酔にしないこともあるんですけど、全麻酔にすすることもありますなんで、その人も状況によるんですよね。 えー、11歳の息子が最近コンピューターウイルスに興味を持ち YouTube などで安全と言われているサイトをいろいろ見ているようです。安全なサイトと危険なサイトの見分け方はありますか息子はラズパイを使用していて家族は別の PC を使っているんですが危険はありますか優秀っすね。<laughs> 息子。<laughs> 11歳でラズパイいじってるんだ、えーえーと。まず見分け方は特にないんですけど、ただ、あの、 何らかしらダウンロードしてそのソフトを実行するっていうのをやらなければ、基本的に今の状況であれば、そのブラウザとか最新のものを使ってるのであれば、何らかしらの危険なことが起こる確率はほぼないと思って間違いないです。その、見つかったことがないウイルスとか、その今のブラウザに何らかのそのセキュリティホールがあって、で、それも世界中の人がま,まだ気づいてない状態みたいなのがあると、そのブラウザ経由でウイルスが、 仕込まれるみたいな可能性もあるんですけど、そうじゃない限りは基本的にはその何かをダウンロードして実行するっていうのをやらない限りは、あの変なリスクっていうのはなかったりします。まあ自分からなんかメール送っちゃうとかって、あのなんかその自分から個人情報を送っちゃう人は別ですけどね。なので基本的にはなんかその Web のなんかインターネットセキュリティなんちゃら系ソフトって僕は基本的にいらないと思ってるんですけど、 逆にその、あの、なんかセキュリティなんちゃらソフトみたいな有料なの入れたとしても、そのネット上にあるよくわかんない、そのソフトをダウンロードしたりとか、そのメールで来た、あの、.exe って書いてある、あの、ファイルをダブルクリックするとかしちゃうと、もうどんなセキュリティソフトにしても結局無理なんですよ。なので、あの、そのネット上にあるソフトを実行しないっていうのさえ守れば基本的には問題ないんじゃないかなと思ってます。はい。 えー、中小企業に勤めてる会社員です。今回 M&A の売り手側になりました。今後どんなことに気をつけたらよいでしょうかまたうまく立ち回るにはどんなことに注意が必要でしょうかえっ、ー、と、売り手側ということは、その、買われて、買われた会社に入るということになるんですけど、その、どういう条件の理解になるのかっていうのをちゃんと見てないと、クビになる可能性が高いと思ってください。 要はその、会社を買ったとしても、その会社には価値があると思ってるけども、そこで働いてる人間全員に価値があるとは思ってないみたいなパターンって結構あるんですよね。あの、ライブドアっていう会社が、あの、堀江貴文さんの会社だったと思ってる人多いと思うんですけど、実はその、堀江門子と堀江さんって、あの、ライブドアという会社を買ったんですよ。 元々はあの、オンザエッジっていう会社を自分で作って、で、その後エッジっていう名前の会社になって上場して、で、その後にライブドアという会社を買ったんですよね。で、ライブドアがね、買った時で10億とかだったかな。で、そこの社員を1人残して全員クビにしたんですよ。 そのライブドアっていう、あの、無料プロバイダーをやっていて、ライブドアっていう名前が有名だったので、有名な名前を買うっていうために買ったので、会社の事業自体はそこまでは興味なかったんですよ。で、プロバイダー事業も、実はほとんどその、あの、他の会社に丸投げしてるっていうので、その管理ができるスタッフがいればいいよねっていうので、たった一人だけ社員残して、あと全員組みにしたんですよ。 っていうのもあったりするので、その会社の何が価値があるかっていうのによっては、もう社員いらないよねってなる場合もあるので、なのでクビになる可能性があるっていうのもあるので、ひょっとしたらその、あの退職金もらえて早めに辞められるみたいなのがあるんだったら、早期退職制度に申し込んだ方がいいかもしれないです。そこはその買い取りの条件とかによるので、あと、あの残念ながら、買う側も売る側も偉い人は基本的に嘘つきます。 その、要は、あの、メディアに出ちゃった場合に、どういう評、社会的評価になるかっていうのもあるし、あと、売るとき買うときの、あの、ま、本当の正しい情報を言うと、その、要は、売る側は自分たちの会社高く売りたいし、その、こういう価値があるよっていうので、本来価値がないものが価値あるって言っちゃった場合、バレるとまずいみたいなのがあって、結構その、持った話とかしたりするんですよ。 っていうのもあったりするので、なので、お互いにその、俺たちの会社、いい会社だよって言って、もちろん、あの、買うっていうのもあるので、なので、あの、両方とも基本、もったり嘘ついてる可能性があるので、あんま信じない方がいいと思います。えー、コロナで影響を受けた業界の4位が建設業らしいのですが、コロナもそうですが、これからの日本の建設業はどうなると西村さんも思いますか まあだいぶ売り上げは下がるんじゃないですかね。まあ結局その日本自体の景気が悪いので、新しい建物を建てる人なんてだんだん減っていくと思うんですよね。でその、なんかオリンピックで好景気っていうので、まあ建設業めっちゃ増えてそれなりにお金が回ったんですけど、なんと外国人観光客来ないことになりました。オリンピックのためにホテルを一生懸命建てた人たち残念でしたっていうのがまあ昨日か今日あたり出たんですけど、 っていう感じがあって、もう建設業界、冬の時代がこれから始まるとんですよね。要はそのオリンピック景気があって、みんな建設業で人雇ったりして、機械買ったりして、まあいろいろ設備投資したんですけど、まあもう作る必要ないよねと。で、その、まああの、春みのあるなんかオリンピック選手村みたいなところがこれから売り出すだったりとか、で、人口は毎年50万人減ってるっていう状態なので、も、ま、う、あ、あり物を売るだけで精一杯で新しいもの作る余裕ないよねっていう状態なんじゃないかなと思います。 32歳女性、地方公務員、管理栄養士職を9年間務め結婚で転居し、別自治体の同種の職に転職して1年が経ちました。転職までして同じ仕事を続けていますが、最近辞めたくなってきました。公務員だから辞めるのがもったいないという気持ちだけで続けてるんですが、仕事ってこんなもんでしょうかはい、えー。管理栄養士を生かした儲かる仕事ありますかありません。 <laughs> えっと、あの、ま、管理栄養士さんって結構そんなに取るの難しくないんですよね。で、取ったとしてもその病院だったり、給食だったり、まあ、その、あの、大勢の人が食べる食事を管理する場合、まあ、食堂だったりで雇わなきゃいけないよねっていう資格があるんですけど、ただ別にその、要は、えっと、優秀な管理栄養士さんを雇うと売り上げが上がるという職業ではないんですよね。 例えばじゃあその病院で優秀な管理栄養士さんを雇うと、その病院の売り上げが3倍になるとかないじゃないですか。 その管理栄養士さんがちゃんとしてた方が、あの安くて美味しい食事が食べれるからいいよねというプラスアルファではあるんですけど、じゃあ収入が増えるかっていうときついんですよね。じゃあその給食を、じゃあそのあの給食の給食センターみたいなところが、その売り上げが増えるかどうかって、営業さんがどれくらい頑張ってその給食の卸し先を作るかで、要はその社食を、その社員食堂みたいなるところに、うちの,社あの食い物入れませんかみたいなんですけど、そうやって仕入れ先をどうするとかっていうところの方が、 まむしろその売上げの利益とかに関しての,ファクあの要素は大きいので、管理栄養士さんに倍の給料を払ってでも優秀な人に来てほしいっていう需要はほぼほぼないんじゃないかなと思います。なので、その、 まあ、ある程度その栄養だったり食べ物だったりその料理詳しいっていうところでじゃあそのなんかあの料理系 YouTuber になるとかであればま、儲かるかもしれませんけどただま、いろんなその料理系 YouTuber がいる中で管理栄養士っていう資格があるっていうのを売りにするとかであればまだなんとかなるかもしれないですけど管理栄養士の職業そのもので儲けようっていうのはちょっと難易度は高いんじゃないかなと思いますえーバーチャル YouTuber 一人に対して年間1億円ものスパチャが飛んでいるという結果が未だに信じられません 魅力者はこの結果についてどう思いますかなぜこんなにも VTuber 儲かってるんでしょうかまたこの VTuber バブルはいつまで続くと思いますかえっと、儲かってない VTuber が死ぬほどいっぱいいるからですよ。<laughs> 儲かってる VTuber もちょこちょこ出てきたよねって話で、実際問題はあの、ひどい状況になってる VTuber の方が人数としては多いと思うんですけど、で、ただその、VTuber すげえって言われてますけど、 あの、日本って、なんかそんなに可愛くもなくて、歌が上手いわけでもなくて、そうなんか、アルファベット3文字に数字がついてるような、あの、女の子たちのアイドルグループっていうのが、なんか握手をするために CD100 枚買うみたいな人がいたわけじゃないですか。で、CD って、ま、基本的には、あの、1枚1000円とかするので、100枚買うとま、10万円ぐらい。 っていうのが、その別になんか全然可愛くもない子に10万円払うみたいなのがあって、で、それじゃあ100枚買うみたいな人が100人いると、それで1000万円じゃないですか。で、なんか定期的にそのなんかあの、イベントやってますみたいなので、アルバム年間に多分5、6枚とか出してたと思うんですけど、アルバムか、アルバムだ。シングルじゃねえや、アルバムだから3000か。だから3000の100枚だから30万円か。で、年間に5、6枚やるとすると、1人当たり180万とか200万ぐらいになると思うんで、 で、そこも、まあ、お金を使ってる人たちがいたよねっていうのは、まあ、昔からあることなので、別になんか、あの、その、そういったグループが今のところ握手会のようなことができなくなったので、結果としてその、そんなに可愛くないけど、その女の子にお金を払いたいっていう人が、じゃあその、リアルじゃなくて、その、バーチャルの方に行ったっていうだけだと思うんですよね。 で、僕、その、ちょっと前にあの、キズナアイさんとハルナ愛さんを言い間違えるっていうのをやってたんですけど、で、なんで言い間違えてたのかっていうのが、ちょっと自分の中で理由が分かったんですよね。その、キズナアイさんっていう VTuber で、裏側にその、 声優さんがいるわけじゃないですか。で、春る愛さんって、その見た目女の人っていう体で出てますけど、中身おっさんじゃないですか。だからその見た目と中身が違うっていうので、僕の中でその春る愛とキズナあがごっちゃになっちゃってたんですよね。まあ似たようなもんじゃないですか。その要はみんなが見てる見た目と、その中身の人が違うよっていうのが、その春る愛さんはみんなは女の人だと思って見てるけど、中身おっさん。で、きずなさんも、なんかあの、あんな感じの人だと思ってるけど、中身別の声優さん女性っていうので、なので 僕の中でどうジャンルっていうどうでもいいはい僕の心の中の説明をしてみましたすいませんえ先日の肉屋の豚の質問で反響があったみたいです 抽象的にバカとか浅はかとか言われてたみたいです。それはさてきひろゆきさんは普段ベーシックインカムである程度年齢がいったお年寄りには医療だを施せないと素晴らしいことをおっしゃりました。そこで素朴な疑問ですが、コロナに関してはどうしてそんなに暇ない子なんですかえっと、僕がその高齢者に対して無限に医療を施すのは無理だよねって言ってるのが、寿命って基本伸び続けてるんですよ。まあ日本だと、あの女性が今平均寿命90歳なんですけどで、下手すると平均寿命150歳とかになっちゃう可能性があるんですよね。あの遠い未来。 でその平均寿命150歳とかになっちゃうとでも人間が働ける能力限界でいくとやっぱり60歳ぐらいなんですよでその死ななかったとしても生きてますっていう状要はその708090とかあの要は100とかの人っているんですけどじゃあ100歳の人って生きてますけどその働くという能力ありますかっていうとそんなないじゃないですか。 でそうじゃあその人たちが逆に働き始めると今度は若い人の仕事もなくなるじゃないですか。なのでどっかの段階で永遠に医療を提供するのは無理だよねっていうのは論理そのじゃあ,あの医療が無料でどんな人の病気も治,れる治せるようになっちゃいました遺伝子治療ですみたいなのになっちゃうとみんな本当に限界ギリギリまで生きちゃうじゃないですか。 で、まあ、150もひょっとしたらあの枠超えちゃうかもしれないんでなのでそのどこかの段階で人は死ぬよううにしなななきゃいけなくなると思うんですよでその今は人は死なないようにするっていうのが割と日本の医療はやってるのでどこかの段階でそのこれ以上生きるのはもうあの自分のお金でやるかその自分でそのなんかあの健康にするために自分自身で何とかトレーニングするとか,そのなんか予防医療するとかやってくださいっていうのをせざるを得ないと思うんですよね。 そのヨーロッパとかの場合だと、医療がないので、金払えば医療ってやってくれるんですけど、のの保険では医療というのができないので、日本だとあの高齢の方がもう食べ物食えなくなりましたってなると、無理やり口の中に管突っ込んで、食べ物流し込んだりとか、点滴打ち続けて、意識がないのに点滴打ち続けるみたいなことやるんですけど、他の国だと、もうあの病状が固定したから退院してくださいって言われちゃって、あ,あ,とあとは家で点滴打つとか、医療するとかっていうのはまあ自腹でやってください。 でそれができないんでまあ、食べ物食えなくなったら人は死にますよねっていうのがまあ、ヨーロッパの多くの国の考え方なので、まあ、そういう形にした方が長期的にはその人類というかあの国は維持しやすいんじゃないかなと思いますけど。えー、アメリカ4年生大学卒業経営学専攻現地で1年働き国資格なし英語はペラペラぶっちゃけ日本での転職難しいですか えっと、楽天は入りやすいんじゃないですかね。あの、要は、英語必須っていう大、あの、会社がちょこちょこあるみたいなんですけど、あの、英語必須にすると、英語は喋れるけど無能っていう人が入りやすいんですよね。普通の会社ってその能力が求められるんですけど、あの、英語必須っていうだけで、優秀だけど英語喋れない人っていうのが入らないじゃないですか。なので、あの、英語は喋れるけど無能っていう人は楽天がおすすめです。今わかんないですけどね。<laughs> えー、25歳、理学修士です。バイクに突っ込まれ、腕を骨折してしまい、就職活動しなかったので、今、ニートです。今から拍手を目指すのはありでしょうかま、全然ありじゃないですかあの、人生長いんで。新型コロナウイルスはワク、マイクロチップはえ、新型コロナワクチンはマイクロチップは入ってないようですが、RNA を組み替えた成分,成分が危ないと聞きました。人体の免疫系を錯乱し、軽いリュウマチのようになる危険があるとか。 特艦工事のワクチン、特にファイザー製は注意らしいです。はい、嘘です。もう、あの、世界中で数百万人売ってると思うんですよね。新型コロナウイルスワクチン、ファイザーのやつが。で、あの、今のところワクチンが原因で亡くなった人っていう報告は今のところないはずです。まあ僕が知る限りですけど。結局、その、あの、ワクチンを打って死んだ人はいます。で、それは、その、高齢の人でワクチンを打っても時間の問題で死ぬ人はいるわけじゃないですか。 その要は、あのなその高齢の方っていうのはその1日何人か死ぬわけですよ、世界中。で、その中にワクチンを打った後に死ぬ人もいます。だフランスでもそのワクチンを打った後に死んだ人は5人いますと。でもそれはそもそも高齢で気温症のある人でワクチン打ったけど寿命でしたよねと。あと、ファイザーのワクチンはその打つことでコロナに全くかからないっていうのではなくて、あくまでそのコロナにかかりづらくなる、重篤化しづらくなるっていうだけなんですよ。 なので、あの、ワクチンを打ったとしてもコロナにかかって死ぬ人はいますよと。ただ、その、あの、ファイザーの場合は、そのなんか、あの、油の膜かなんかで、そのメッセンジャー RNA を包み込んで、その、あの、体内に送り込むってやつなんですけど、それ自体が原因で亡くなった例っていうのは今んところないですよと。ただ、その、アレルギーの人とかが、あのアナフィラキ、アナフィキラシーショックって言って、その、アレルギー症状を起こしちゃったりして、昏睡する人とかっていうのも、1万人に10人とかいるのかな違う、100万人に10人か。 とかっているんですけど、まあ、それはただ、あの、病院で、あの、接種する分には、なんか、一辺打ったりとか、その場で処理するので、結果としては、あの、別に、あの、死んだりしないので大丈夫ですよ、と。ただは、あの、アレルギーのある人は、受けない方がいいですよ、と。えっ、ー、と、哲学の存在意義は現代にもあると思いますかはい。言論、東孝樹さんとの対談を見て面白いと思いました。再現不可能な地。えっ、ー、と、その、哲学って、ものの考え方なんですけど、 例えばそのまあ現代で役に立つものっていうのはお金の稼ぎ方が役に立つものって言われるんですよね。でなんかじゃあみんながみんなお金稼げばいいじゃんっていうのでまあそのお金を稼ぐというためにみんな頑張ってるんですけどあのお金を稼いだから幸せになるかというと結構そうでもないんですよね。あの生計がどううたらっていう話であのなんか タカスクリニックの親子に絡まれたって話があるんですけどであれのその最初の質問が10代の子供がその風俗で働いてお金を貯めて整形したいみたいな話だったんですよね。でその要はお金を稼ぐことで自分の欲しいものを手に入れるっていうのが当然だよねという価値観が割と資本主義の中にあるんですよ。そのお金を稼ぐ技術としてまあその 風俗っていうところで働くことでお金が手に入ると。で、そこで欲しいものが買えますっていう。で、それって人生にとって幸せなのかっていうので考えると、風俗で働いたということのリスクだったりとか、あと、 結局じゃあ、その後人生で仕事をしていく上で、その、まあ、手取り15万円で働くぐらいだったら、もう一回風俗に行った方がいいよねとかで、普通に働いて15万円払うということが幸せに感じなくなっちゃうんですよね。高校生の時ってバイトすると、月に5万円とかでも超幸せなんですよ。マジ5万円も入んのみたいな。で、その、初めて初任給もらった人って、その、15万円でもめちゃめちゃ嬉しいわけですよ。 そのだって15万円もあったら何買えんのみたいな,なんかあの子供の頃ってなんか10万円あったらファミコン10台買えるとか考えるわけじゃないですか。 っていう感じで、その、本来だったら幸せであるものを幸せに感じなくなっちゃうんですよ。で、それって物の,の考え方の問題で、その、金を稼ぐ技術とかっていうのとは別に、そもそもそんなにお金って必要なのとか、何のためにお金を稼がなきゃいけないのっていう、その哲学の方が、実は現代は重要なんじゃないかなと思ってるんですよね、僕は。結局、その、あの、お金を稼ぎ続けるのって無理なんですよ。で、このまま多分資本主義と自由主義が続くと、 あの中国には絶対かなわないですよね。といそのあの金を稼ぐために法律をねじ曲げても良いっていう国でで人件費めっちゃ安いっす社会保障とかないっすっていう国とその製品を作って戦って勝てて戦勝るわけがないですよで日本の場合ってその社会保障があるのでじゃあ社員の人がなんか怪我した場合ってその社員の生活を保障しなきゃいけないんですよね会社が。でも中国の場合ってあの怪我してもあっそうじゃあクビなで終わりなんですよ。 なので、その要は、製品価格は中国の方がどんどん安くなるんですよ。だって社員の人件費も安いし、なんかその製造過程で怪我した人がいても、その人生を保護しなくていいので、なので、価格競争をしたら、絶対中国に勝てないんですよ。で、価格競争をしたら中国に勝てないということは、中国の方が売り上げが上がかかって利益も上がるので、今度は研究開発にお金を中国が費やすんですよ。 なんでその日本人の、じゃああの、なんか頭のいいエンジニアの大卒の人っていうのを年収500万で雇って一生懸命技術開発をしてたとしたら中国は3000万円とかで優秀な研究者を雇っちゃうんですよ。 世界中からそのアメリカの超頭いい人とかドイツの超頭いい人とか中国の超頭いい人を年収3000万で雇うんですよ。で研究開発するので最初は安いでうまくいってた中国が研究開発の金ボンボン突っ込むので質も高いものを作るようになるんですよ。なのでその今のまああの30代40代ぐらいの人って中国のものって安かろう悪かろうだと思ってるんですけど 今の中国製のものって結構性能良かったりするんですよね。だからノートパソコンのほとんど今中国で作られたり台湾で作られたりするんですけど今その IT のほとんどの製品っていうのって割と中国抜きではもう世界中の商品供給おっつかないよねっていうぐらい中国の技術って上がってるんですよ。なのでその金稼ぎっていう形でいくとその民主主義ではない国には絶対勝てないんで長期的には多分日本ってどんどん没落していくと思うんですよね。 で、そうすると、その、お金大事だよねっていうところでいくと、幸せになるの無理なんですよ。要は、その、お金がないから、じゃあ、中国の人に恵んでもらうとか、施してもらうぐらいしか、もう、お金をもらう方法ないよねってなっちゃうので、まあ、その、中国の人になんか恵んでもらったり、施してもらうので幸せっていうのであれば、まあ、それはそれで生き方としていいかもしれないですけど、ただ、まあ、それで幸せに感じない人の方が多分多いと思うので、 なのでそのどこかでお金と自分たちの幸せというのを切り離さなきゃいけないんですけどでそれをやるのは学問としては割と哲学だったり心理学だったりするのでそのあ,のあんまり言う人いないと思うんですよ儲かんないから。ではそのプログラミングスクールは分かりやすい例でそのなんか何十万払うと。 プログラムを学べてお金稼げるようになりますよっていうのでみんなじゃあそれならお金払おうわっつってプログラミング作るとか行くじゃないですか。で大学もあのまあ私立とかだとなんか年間400万ぐらい買ってでも400万払うとなんか就職しやすくなるからじゃあ400万払うわみたいなそのお金もうかんないし就職もなんかうまくいかないけど400万払いますかって言うと払わないじゃないですか。 なので、その、お金儲かるものっていうのは、みんながお金払ってくれるから、世の中にどんどん流通するんですよ。だから、本屋さんの本って、儲けたいから本を書くわけじゃないですか。で、本屋さんは、儲けたいから本を売るわけじゃないですか。なので、本屋さんにある本って、基本的には、その、儲けるための本がやっぱ多くなっちゃうんですよ。 でその自己啓発本とかよく読む方いっぱいいらっしゃると思うんですけどあの能力値上げたいんだったら自己啓発本読むより睡眠時間ちゃんと取った方がいいよっていうのは僕結構何回か言ってるんですけどその人間の能力値ってその安定してるその要は睡眠をちゃんと取ってる時の方が頭が回るのでパフォーマンス良くなるんですよなのでそのなんかよく分かんない本読んで時間使うぐらいだったらあの寝て健康な方がいいよねと。でその睡眠時間取ってないと病気になったりとかそのなんか。 慢性的な何らかの疾患を抱える可能性っっってやっぱり上がっちゃうんですよねなのでその健康な方がいいので睡眠時間いっぱいとってぐっすり寝てる方が幸せになるしその嫌なことがあってもそのメンタルってやっぱりその健康にあの比例するので睡眠時間短いとあの要はあの気が短くなって怒りっぽくなっちゃったりとかするので友達とか人間関係も悪くなるよねっていうのもあったりするんでなのであのよく寝て幸せに生きるっていう方がいいと思うんですけどただそんな本売れないし。 あの、流通しないし、あの、それにお金を払う人もいないので、結果としてあんまり広まらないよねっていう。あの、ね、おばあちゃんの知恵袋的なものっていうのは、今お金にならないので、だんだん人に伝わらなくなりますよね、と。はいえー、20歳の妹がオタク YouTuber になると大学を辞めてしまいました。1年程度で登録者数が6万人、月収100万程度あるそうです。優秀だな。 また、コミュニティ投稿のアンケート機能で毎日50万票以上の関与アンケートを集めることができているそうですが、お金にはなってないそうです。今の時代、大学を卒業して就職するより YouTuber になった方がいいのでしょうかまた、アンケートをお金に変える方法もあれば教えてください。えっと、あの、全員ができるわけじゃなくて、妹さんが優秀だったわけです。あの、妹さんの件を聞いて、真似する人が妹さんにうまくいくとそうではないと思います。 で、その、要はあの、50万票のアンケートがちゃんとあの、身元がある程度分かる人で取れるのであれば、その企業にこういうアンケート取れるんですけどどうですかみたいなので、案件を持っていくといいんじゃないですかね。 まあその例えば、じゃあ、あの、靴を売りたいんですけど、その紐靴がいいですか革靴がいいですかみたいなので、じゃあ、その、革靴,靴、紐靴まあいいや、サンダルと靴でもいいんだけど、っていう感じで、その、アンケートを取ることで、その企業に、その、なんか、若者はこういう意向を持ってますよ、みたいなのをその提供するっていう、あの、マーケティングリサーチっていう仕事があるんですけど、そういうのを、あの、その、YouTuber としてやりますみたいな形でやると、まあ、その、企業の広報としてもお金払いやすくなるので、そんな営業をしてみるといいんじゃないでしょうか。 2週間後に偏差値78の高校を受験する中3です。今まで一つの目標に対して全力で努力をした経験がなく、勉強しなければいけないと分かっていても、勉強に集中できず、今日は7時間も勉強してしま、ゲームをしてしまいました。最近は毎日自分の学力の低下を実感していて、精神的に追い詰められています。もしでは7割の判定が出ましたが不安です。ここから立て直して合格するために、残りの2週間で僕は何をすべきですか実現可能な対策をお願いします。 えっと、7時間勉ゲームをするのが良くないんじゃなくて、1日何時間勉強するか決めてください。で、まあ、じゃあ1日6時間勉強すると決めるのであれば、6時間勉強したら、あとはもう7時間ゲームしようが、なんか死んだ酒飲みをしてるデブのおっさんのなんかよくわかんない YouTube のライブを見るなり、好きにすればいいと思います。なのでもう、あと2週間しかないので、2週間の間にこれだけ勉強できれば、 7割の成績が維持できるので、その目できるよねっていう時間を算出して、それをやるようにしてみてください。高校生実家暮らいしで、母親が浮気症の彼氏と知らぬ間に入籍してしまいました。母も寂しさゆえに不倫をしようとしています。止めるのですが、聞いてくれません。え、どういうこと？えっと、もう入籍したんなら結婚してるんでしょ。で、結婚したけどさらに不倫をしようとしてるってことかな。ああ、止めてるんですか？聞いてくれません。う無理じゃないですかね。 あのいらっしゃるんですよねそういうこう性的にあのいろいろなこう体験をしたくなってしまう方が。なのでもうあのそういうその欲望を持ってらっしゃる方でまああのなんか黒いマスクをしてる方とかもいらっしゃるんですけどあのもう性癖なんで治らないっすあの。性欲異常に強い人でその倫理とか抜きにそういうことをやっちゃう人ってあのいるんですよ。 で、あの、直す手段は僕は聞いたことがないっす。なので、あの、いくら止めたとしても隠れてやるだけです。なので、その、変なところに手を出すよりまだマシなので、あの、もう受け入れるようにしてみてください。 えー、楽,年楽天モバイルが 1GB 以下なら0円のプランを出すそうです。電話だけなら0円運用できるそうなので、通話は楽天モバイル、データ通信は他社の通信運用を考えている人も出てきているようですが、そうすると通話シムカードの電話番号が楽天モバイルとなり、メインの契約先が実質楽天モバイルに握られることになります。サブ回線以下として見られることが多い楽天モバイルとしては上手なやり方と思ってますが、ひるゆくさんはどう思われますか 別に上手だとは思わないですけどね、逆にそれぐらいしかやれることがないという話だと思うんですよね。結局その、あの、安売りをするしかやりようがないんですよ。で、問題は、その、お金は入らないので、回線数いっぱい入ったとして、 で、その、設備投資に回すお金が出るかどうかなんですよね。その、僕、楽天のあの、本業の利益とかあんまり知らないんですけど、それをその、ガンガン設備投資に回して、楽天便利だよねってなればいいんですけど、結局、その、あの、楽天の電話番号は持ってはいるものの、そんなに使わないよねっていうので、楽天ってつながりづらいよねってなっちゃうと、やっぱりその、ドコモの改正は必要だよねっていう状況のままな気がするので、果たしてどうなのかなとは思いますけども。 安売りしすぎてても設備投資回すお金ないですからね。ここ、あ、これ読んでやかえっ、ー、とあ、楽天モバイルのも読んだので、えっ、ー、と、日本の没落について FX をやっているのですが、今後、円安の思考のが見られています。少子高齢化が続くとしたら、何年後日本は没落と考えますかただ、あの、他の国の没落も著しいんですよ。まあ、アメリカとかやばいですからね。 <laughs> いやそのアメリカって今政治的に完全に分断してるじゃないですかその要はあのアメリカ国内が内戦のような状態になっちゃったわけですよねアメリカ議会にその大統領を支持する人たちがその殴り込みを仕掛けるみたいななのでそのまあ,あのトランプ大統領を辞めてその議会にあの乱入した人たちはまあ逮捕はされたんですけどただもう投票数でいくと半分近くの人はトランプ大統領を支持したというのは事実なんですよ なんでそのトランプ大統領的なものっていうのが正しいよねというのがアメリカ人の半分は思っているので実際問題本当の問題解決してないんですよ。要はそのトランプ大統領が仕掛けて先導したというよりアメリカ人がトランプ大統領のような人を要求してたんですよね。ああいう人が必要であると思っててそこにトランプ大統領がポッと出てきたのでみんな支援したっていうのがあるのでみんながみんなバイデンさんを支持する形になるかというとならないと思うんですよ。 そのトランプ大統領がやってたことは間違ってなかったよねっていうふうに思ってる人がやっぱり半数近くいて、要は経済大事だよねとか、その弱者とかって切り捨てるべきだよねって考えてる人たちもいっぱいいるわけですよ。そこでそのバンテン大統領がマジ弱者助けた方がいいよねとかってなっちゃうと、やっぱりそうじゃねえだろってなっちゃうんですよね。でその 割とトランプ大統領がその世界中の国からその信頼を失ってそのアメリカの貿易を減らすっていうのをやったんですけどでその結果そのなんかアメリカ信用できないよねという状態にはなったんですけどただそのアメリカ国内の産業の雇用を守るっていうのはそのトランプ大統領は結構成功してるんですよあのトヨタがもともとアメリカの工場を閉鎖してメキシコに工場を持っていこうとしてたんですけど名指しでトランプ大統領が怒ったんですよね お前そんなことするんだったらトヨタの車アメリカで売らせねえぞみたいなこと言われてでトヨタの社長がビビってそのメキシコの移転をやめたんですよ。であれってその他の国がやっちゃいけないその要はあの法律ではだって移転なんていくらでもやっていいことになってるわけだから名指しでそんなんするのってダメでしょっていうのがその。 大人のその正しい真摯の意見なんだけどでも国内の雇用を維持するというところでいくとトランプ大統領の方が正しいんですよ。なのでそのなんか正義とかそのなんかコンプライアンスとか知ったこっちゃないっしょ。俺たちが守るべき価値はこれでしょっていうのは割とその考え方としては正しいんですよ。 っていうその戦いがアメリカ国内の中であるので、そんな知った。こっちゃね。金稼ぐすっていう中国がまあ、どんどん伸びていくわけですよ。で、アメリカ信用できないから、あの要はあの中国と仲良しがいいよね。っていうのがドイツとかヨーロッパも割とそう考えるようになってるので。なので、そのアメリカが長期的には首を絞めたなと思うんですけど、ただアメリカが長期的に首を絞めたという風うにアメリカ自人は思ってないので。 っていう感じで、こう、あの、日本以外いろんな国が没落していくんじゃないかなと思ってるので、没落度合いでいくと、あの、日本より他の国の方が先かもしれないので、日本はまだマシだったということになるかもしれません。あの、フランスも、その、コロナの患者も出まくってるし、まあ、イギリスも出まくってるし、スペインも出まくってるので、その、人がどんどんなくなっちゃってるんですよね。なので、経済回すなんてどころじゃないよね。ロックダウンも当たり前だよね、ぐらいな感じになっちゃうんですよね。 あの今日から2万メートル以上の,あのショッピングモール的なおっきい建物も営業停止なんですよ、フランス。で、あの、フランス国外に僕出れないんですよね、今。で、あの、他の国の、その EU に所属してない国の人も今、フランス入れないんですよ。っていう感じで、あの、もう鎖国してるんですよ、今。<laughs> だから経済どころじゃないですよね。今日本も一応ビジネスの人であの 何らか知らのその、あの、ビザ持ってる人は入れるんですけど、今、ビザ持ってたとしても、あの、ビジネスのためにフランス入れないんですよ。だから、フランスに物を売りたいとか、フランスの物を海外に売りたいっていう商売をする人が動けない状態なんですよね。<laughs> っていうぐらいなんで、あの、いろんな国がきつい状態なので、日本はまだましだよねっていうのになるのかなと思ってます。はい。というわけで、そろそろこんな感じで、あの、肉を焼こうかなと思ってます。はい。 えー、ひろゆきさん何を目的に留学されましたか英語。また留学で得られたものを教えてください。えっ、ー、と、まあ、あの、大学4年で卒業できたので、まあ、それで別には何も得られてなくても何も損もなかったよねって話で。で、まあ、ああの、仕事する上では困らないぐらいの英語力にはなってるので、ま、あいいんじゃないかなと思ってます。えー、今後 YouTube、YouTube、SNS コンサル、YouTuber どうなると思いますか働くビジネスという意味で。あの、全然成功する人たちは成功すると思いますよ。あの、こういう場合って、その、 えっと、5割以上の人が成功するかととといいいうとしないと思いますす多分成功する人って2割もいないんじゃないかなと思うんですけどただその要は8割の人が失敗するっていうのをじゃあこれは失敗すると感じるのか2割の人が成功するからいいんじゃないって感じるのか人それぞれだと思うんですけどただあの8割は失敗する結構厳しい社会だと思いますよ参入障壁が低いので。 22年卒業定、奨学金という名の借金をして大学に通っています。奨学金を4年分全額借りても大卒にはなった方がいいんでしょうか。はい月給約30万の Web コンサル企業に就職予定で、大卒かどうか必須条件ではないとのことなので、大学を辞めても就職可能です。またフリーランスでも別に収入源があります。まあ、あの、すげえ優秀で、その企業に,にあの入社する必要が一生ありませんっていうのであれば全然いいんですけど、あの就職するときって大卒の資格があった方がいいんですよね。でまあ 日本が没落していって、じゃあ他の国で働いた方が給料いいよねってなって、で、じゃあ,あの他の国でコンピューターエンジニアをやりますっていう時も大卒の資格がないとそもそもビザおりませんっていうのがあったりするので。のであの、自分に自信があるんなら全然いいと思いますけどそうじゃないのであれば大卒の資格は取っといた方がいいと思いますよ。あの、一回辞めて途中から大卒資格取り直そうとするのってすげえ大変なんで。 歌い手をしているのですが、フォローバーで Twitter のフォロワーを増やすのは明らかに生産性が悪すぎると思うので、何かいいアドバイスがあったら教えてください。あの、自動フォローバーツールがあるので、自動フォローバーにしちゃえば、あの、全くその自分の時間使わないので、フォローが増えるので。なので、あの、そういうツールを使ってください。ホンダ技研とソニーの今とこの先についてどう思いますか長く喋ってみてください。これ前回やった気がするので、あの、前回の録画を見ていただければいいんじゃないかなと思います。 えー、37歳、既婚男性です。えー、一昨年、銀行を退職し、現在、地位が経営する小規模運送会社と働いております。えー、年収1500万から半減しました。最近、このままでいいか悩んでいます、えー。このまま家業を継ぐか、再度金融業界でサラリーマンをするか、公認会計士の資格を目指そうか考えてますが、ひろきさんはどうされますかえっと、銀行戻れるんだったら、さっさと銀行戻っちゃった方がいいと思いますよ。 やっぱ半減は結構きついので、で、やってみて、多分、あの、もう伸びねえなっていうのを実感されたんだと思うんですよね。なので、まあ残念ながら銀行戻っちゃった方がいいんじゃないかなと思います。要は公認会計士に一から目指して、っていうよりは多分、あの、戻りたいっすって言って戻れるうちに戻った方が。あの、3年とか離れるとなかなか戻れないことあるんで。1年2年だったらいいよ、みたいな感じでスルッと戻れるんでするんで。 え、就活中のマーチ文系大学大学生、ラジオ制作の仕事がしたいのですが、キー局にも長局にも就職できないそうです。卒業後放送系の専門学校に行き、アシスタントバイトの経験やつを利用しての就職するのはありでしょうかはい、ありがとうございます。また同級生が仕事をしているのに学生を2年間続けることにデメリットはありますかい,いえ。えっと、とりあえずバイトで仲良くなっちゃった方がいいですよ。あの、結局その、新規で正社員を雇えるっていうほどの余裕のあるところはラジオにはもうほとんど残ってないので、 ただあのまあラジオの制作はしなきゃいけないのでバイトだったり制作会社の契約社員とかで雇うのでそういう形で現場に行ってでその現場で別に正社員じゃなかったとしても普通に仕事はあるのでそういう楽しく仕事をすればいいんじゃないかなと思いますただしあの本当にラジオ局ってそのどうなるか分かんないので今後なのであの一応卒業まではいた方が潰しが効くと思います要はその ラジオ局自体がダメになった時に、じゃあ他の仕事をして、その暇な時間に放送作家として手伝うみたいな、だからそのラジオでじゃあ週に一回本当に好きな番組があって、じゃあその、あの、まあ、バイトとしてはもう仕事がなかったんだけど、じゃあ放送家作家としてかかるので週一回土日だけちょっと行きますみたいな状態で、じゃあその土日に好きなラジオの仕事をするために平日は別の仕事をするってなった時に大卒のがやっぱりいい会社で、給料が高いところに着きやすいので、なので大卒にはなっといた方がいいんじゃないかなと思います。 えー、父親が糖尿病でこのまま行くと足の切断を意識ら言われています。今、地方の中堅クラスの総合病院ですが、父親は医科大に定員を希望しています。ただ、医科大は運が悪いと良い先生に当たらないこともあり、また学生や研修のために知見的に中用されることもあると聞きます。実際のところいかがなんでしょうか <laughs> えっと、別に、知見の場合はちゃんと知見ですよって言われますと。 で、あの、学生が、その、あの、なん研修医がやることもありますけど、あの、ちゃんと学生や研修医を見てるお医者さんがいるので、あの、本当にその実験材料みたいに使われることはほぼありません。なので、あの、ちゃんとした大きめのが、があの、ところに行った方がいいんですけど、ただ、あの、大学病院の場合って、結構その、 ある程度珍しい症例とかじゃない限りは、ちゃんとした先生が結構適当に見ちゃったりするので、その総合病院の方が、実はその、あの、きちんとしたお医者さんがいるかもしれないので、そこにそのなんか、あの、あんまりその、大学病院だからいいみたいなのは、思い込みな可能性もあるので。うーん カイスカンドオピニオンを聞きたいですっていう形で、その医科大学の病院で、その先生と話をして、本当にこの先生信用できるっていうのがあれば転院してもいいかもしれないですけど、そうじゃないんだったら、そのまま、そこ病院の方がいい可能性もありますよ。えー、先ほど言ってた YouTube チャンネルを買い取るの大丈夫なやつですかはい、大丈夫ですよ。ペナルティ詐欺売ってる人にその後の利益が出たりとかあるんですかえっと別にあの、買い取っちゃって、その前の人のアクセス権限とか全部奪い取れば、あの、何の問題もないので。 なので、そこら辺探してみてください。えー、渡美の渡辺美紀氏が陸前高田にオーガニックランドという復興施設を作ったそうですが、どうなると思いますかなんとかなんじゃないですかまたどうすれば来客数が増えると思いますか別に来客数増やそうとしてないんだったら、別に気にしなくていいんじゃないですかお金持ってると思うんで、あの、多分なんか、社会貢献的な意味と、まあそのオーガニックでその渡ミがやってますっていうイメージのためだと思うので、まあ多分潰すっていうのはないと思うので、 問題ないんじゃないですかえー、先飲みながら聞いてます。乾杯です。すいません。僕、あの、ビールなくなりました。えー、先日、石川県の田舎で便利屋をやりたいとスパチャをしたマンモーニです。興味本位での質問なのですが、海外で特定の仕事をするわけではない便利屋との仕事は存在するんでしょうか一応いますね。また日本の便利屋との仕事はるでしょうかありません。ご存知でしたら教えてほしいです。よろしくお願いします。あのー、なんか、大工さん系の人に多いですね。 その、あの、まあ、あの、フランス、パリで行くと、その新築という家がなくて、で、家も築区100年、築200年とか当たり前なんで、その水蔵管壊れたとか、なんかの、電気が切れたとか、なんかあの、その、いろんなそのなんか壁が壊れたとか、最近だとあの、ドアが取れたとか、まあ、いろいろあるんですけど、ああいうのなんかいちいちあの、連絡もらったら行って直すよ、みたいな人は結構いるので、なので、あの、パリは全然そういうタイプのあの、便利な大工、大工さんっていますね。 えー、その配管工というか配管もやるし、ちょっとした電気工事もやるし、みたいな。あの、電気工事の資格が多分ないんですよね。なんかあの、直せる人が勝手に直せみたいな感じなので、日本だとその、あの、配板触るんだったら電気工事士の資格がないと触っちゃいけないみたいなんですけど、こっちの場合の、その、自分のリスクで、あの、感電しないよ、と思うんだったらお前が勝手にやれみたいな感じだったりするんで。はい。 SIR の今後について質問です。以前、ひろゆきは IT に疎い経営者が日本には向かる SIR の需要が存在しているとおっしゃってましたが、SIR の稼ぎ頭である公共と金融の大型システム開発案件、過去マイナンバー、メガバンクのシステム開発は、現在ほとんど開発が終,終えており、またコロナ不況で法人のシステム投資も減ると考えています。SIR 業界は今後どうなっていくでしょうかえっと、水を見てわかる通り、あの、開発は終えてるんですけど、どうしようもない運用をずっとやり続けてるんで、結果としてめっちゃお金かかるんですよね。要は、 あの、今までの統合したシステムがあまりにきついので、もう全部捨ててシンプルなのにした方が長期的に運用にかかる費用は減るよねってなるはずなんですけど、そう、どうしようもないシステムを継ぎはぎで使い続けるっていうので、毎年毎年運用費用を垂れ流してるので、一切 r はずっと仕事があるんじゃないかなと思います。はい ではそのある程度回ってない業界の方がもう運用コストが出せないからシンプルにしてこの機能を諦めようとかやるんですよ。でもその今のところまあ日本のまあ水穂ぐらいのでかい銀行だとなんだかんだ言ってお金はあるのでなんかそのまま継ぎはぎでちょっとお金をだらだら垂れ流しながらやるっていうのをやっちゃうんじゃないでしょうか。 えー、ひろきさんは何冊も本を出版されており、編集の方と仕事をされてきたことが多いかと存じますが、優秀だと感じる編集者に共通するものは何かございますかまた1%の努力はご自身で書いておらず、打ち合わせすらしないと、打ち合わせしてますよ、1%の努力。6回ぐらいしてると思います。えー、具体的にどのような流れで本を作成するのでしょうかえっと、あの、ロイヤルホストで、あの、種岡さんという編集の人に、なんかこれってどう考えますかとか、こういうのどうですかみたいなのを聞かれるんですけど、 えっと、優秀な編集の人って、まあ、多分相手によるんですよね。その相手に合わせられる人の方が優秀で、えっ、ー、と、まあ、その1%の努力の種岡さんって、あんまり喋んないんですよ。その、 例えばじゃあ、えっ、ー、と、今後の IT 業界どうなりますかみたいなので、まあ、その僕がいつもそのスパチャで喋ってるような、まあ IT が潰れることはないんじゃないですか ?AI がいくら伸びたとしても、その AI をメンテナンスする仕事もあるし、で、AI のメンテナンスをする仕事の人が減るんだとすると、他の業界の人が全然仕事がなくなっちゃうので、もっときついんじゃないですかみたいなこと言うと、普通の編集の人だと、あ、そうっすかって言って次の質問行くんですけど、種岡さんって黙ってるんですよ。 その AI の説明をしました。で、他の仕事が減るっていう説明をしました。で、それでも黙ってるから、えー、っと、じゃあ、例えば、みたいなので、僕がそのプラスアルファの話をし始めちゃう空気になるんですよ。で、なんか、例えば、じゃあ、そのあ、その農業に関していくと、じゃあ、そのトラクターとかっていうのも、 そのテスラみたいに自動運転になるかもしれないから、じゃあその農業の人っていうのもの、その農業従事者っていうのも減ってきて、そこら辺がそのテスラの自動運転になるかもしれませんよね、みたいな、そのプラスアルファの話を僕がしてしまわざるを得ない微妙な空気感を作るんですよ。<laughs> あの、無意識にやってるのか自然にやってるのかわざってやってるのかよくわかんないですけど、っていうので、その、要は相手の著者から話を引っ張り出すっていうのが割とうまいんですよね。で、その、やっぱ著者によっては黙って、 てると不機嫌になる人っていると思うんですよね。要はあのあそれ面白いっすすごいっすみたいなことを言って褒めた方が喋るし、そう黙ってるとなんかあのお前と話してもつまらんわって思っちゃうタイプの人っていうのもいると思うので、それがその毎回毎回どの人にも効くってわけじゃないので、多分人によって使い分けてると思うんですよ。っていうのであるので、その相手の人に合わせてこの人は黙ってても喋るタイプだとかこの人は褒めて踊ってた方が喋るタイプだみたいなものをちゃんと相手に合わせられるんだなと思いました。はい。 えー、キラキラネームと子供もの髪型と服装タトゥー全色で役満だったという認識でいいですか同じ名前で迷惑です。何の話 <laughs> え、そういう方がいらっしゃったんですか <laughs> えっと、その、えっ、ー、と、まあ、子供の髪型である程度、その親のレベルが分かってしまう問題と、その服装で親のレベルが分かってしまう問題と、名前で親のレベルが分かってしまう問題っていうのが、えっ、ー、と、全色でいらっしゃったってことですか で、同じ名前の人がいたってことなんですかね。それ、はなかなかきついですね。はい。ええー、二十三歳 S. I. R. に勤めてる会社員です。ある学問への興味が捨てきれず。四年生、昼の大学に通いたいと考えています。ええー、自分で学費を稼ぎながら通う方法ありますか。よろしくお願いします。えっと、会社員で昼の大学に行くのは無理じゃないですかね。 まあその、リモートの会社とか、まあその、正社員じゃなくて、その、空いてる時間だけ働いて、あの、納品すればいいっていうタイプであればいいんですけど、SIR だとかなり厳しい気がするんですよね。まあその、リモートで納品すればなんとかなるっていうタイプであれば、4年生の大学通いながら夜は作業してっていうのができるかもしれないですけど、なので会社によると思います。もしその、完全リモートでバレないようにできるんだったらありかもしれないですけど、ただでも、今も昼の大学行っても結構授業リモートらしいので、 なので、あの、その学校の授業のズームを開きながら、その仕事のズームを開くみたいな感じで、あの、パソコン2台でやれば何とかなるかもしれないですけど。えー、CM の副業につ、CA の副業についてご相談です。日系航空会社で国内線使用をしている27歳です。現在の勤務日数はコロナ前の3割ほどです。時間もあり、法律の勉強に興味があったため、行政書士資格の目がしました。今後、CA を続けながら行政書士を副業としていけたらと考えていますかどう思いますかあ、ずいいと思います。 また CA ということを活かせる副業がもしあればお教授ください。えっと、営業代行とか多分全然うまくいくと思いますよ。あの、元 CA っていうのに、やっぱりある程度その、あの、見栄えがいいとか、その、あの、話し言葉とかがしっかりしてるみたいなイメージを持つ人が多いので、 なのでその世の中ってあの営業代行という仕事があって、その商品を、あのこの商品売ってほしいっていうのを頼んで、で代わりに電話したりとか電話を受けて返すみたいなのがあるんですけど、そういう感じの仕事は全然 CA、あの元 CA、元じゃねえのか、CA っていうと採用率上がるんじゃないかなと思います。はい、えっとお、これは読んだやつ。 奥さんにビールのお金を頼んでもらっていいですか、えっと、僕ちょっとあと10分ぐらいでもうあのちょっとあの出かける準備をしなきゃいけないのでいずれにしろ終わります。はい えー、僕を叱ってください。僕は褒められると宇頂点になり、生け癖が発足します。理性では社交辞令ではないかと疑いつつも素直に喜んでしまう宇頂典になってしまいます。進学校入学していましたが、自信過剰になったのと、真面目に授業を受け勉強する癖がつけることができず、結界。ラン大学に返しました。そして今年就職します。僕は叱,叱られると復讐心を持ってやる気を出すことができるので、僕をボコボコにして甘ったれを叩き直してください。 えっと、多分顔写真をツイッターとかに上げて、あの、僕イケメンなんですって書けば、多分死ぬほどボコボコにされると思うんですよね。あの、ツイッターに上げてくれれば、それ RT するんで、はい。多分あの、僕以外の人が、アホみたいに叩いてくれると思います。まほとくんのことでした。あ、まほとくんと同姓同名なんすか <laughs> あの、まほとさんね、漢字すごいっすよね。まほまでは読めるんですけど、あれとは読めないっすよね。 えー、新卒で就職して1年経ちますが、未だに海外就職への思いを断ち切れません。今はそこそこ安定した企業で働いていますが、海外との関係がある部署ではないため、将来的に転職するしかないと思っています。マレーシアで現地就職を考えていますが、現地就職についてどう思いますかさっさと現地就職した方がいいんじゃないですかあの、やりたいことは早めにやった方がいいですよ。あと、若い方がやっぱりあの無理が効くんで。なので、あの、海外に行けると思ったら行けませんでしたっていうんだったら、もうさっさと辞めるなりなんなりして、転職しちゃった方がいいと思います。 中央大学後輩のステハゲという人を知ってますかあの人のことについて何か感想をお願いします。なんかあの、コメントでちょこちょこ書かれてるので、そういった名前の方がいらっしゃるというのは知ってるんですけど、見たことないのでよく知らないですよね。なんか最近会社辞めたみたいなどっかで見ました。ただあの、全然知らないので、あの、語れるほどの情報はありません。 えー、今年32歳になる好きルるなし無能人間です。自分が何かのために働いているのかわからなくなり、鬱つなり退職しました。今は周りの友人たちの助けもあり、回復しました。なので、ここから何か新しい道を目指したいと思います。ひろきさん、たびたび職業訓練会お金をもらいながらという話をされてますが、何かおすすめの職業訓練ありますでしょうかコンピューター関連。 学歴は高卒やりたいことは特にありません。ですが何か新しいスクールを手に入れたいです。23歳という年齢から厳しいでしょうかとりあえずでも、あの、無職で本当に時間があるんだったら大卒になっちゃった方が早いですよ。あの、36歳大卒と36歳高卒では全然あの、世間の見た目が違うので。あと、まあ、あの、失業保険もらえるのであれば、職業訓練校であの,あの、コンピューター関係、プログラムとかあの、HTML とか覚えると、まあ、お金ももらえたりするので、そんなんでもありかなと思います。 え、細かいミスというか指摘ってその場でした方がいいですかはい。その場でした方がいいです。あの、後からすると、その、要は、自分がムカついた時にそういえばお前こういうのあったよね、みたいに出したりすると、その相手もムカついてたりするので、ちゃんと聞いてくれなかったりするんですよね。で、その場ですぐ言うと、あ、これこうした方がいいよって言うと、ああ、そうなんだ、みたいなので、あの、軽く受け取ってもらえるんですよ。なので、なるべくその場その場で言った方がいいです。 え、相手は女の子で私が経営してるバーで頑張ってくれてる店長です。一生懸命やってくれるんですが、ちょこちょこまかかいミスをします。劉木さんのご意見伺いたいです。あ、ま、さっき言った通りで、あの、その場でちょこちょこっちゃかいっす。あの、貯めるのはあんまりよろしくないですよ。要は、あの、そんなことしたっけっていうことを忘れてるって人もいたりするんで。 えー、4月から高差になるものです。美容関係の専門学校を志望していましたが、知り合いの紹介でサイバー大学という大学で IT 関連について学びたいと思っています。将来を見据えると IT 系の方が安定した生活を送れるでしょうかはい。一意見としてひろゆきさんの意見を聞かせてください。もう IT 系の方が全然安定しますし、あと大卒の方が安定してるので、あの、大学行った方がいいですよ。まあ、サイバー大学がいいかどうか僕わかるんないですけど。 えー、機能不全家庭育ちの25歳です。両親がつい最近少し若いし、とても嬉しいです。でも良くないことに手を出し依存して現実投票して何とか生きてきた過去の自分や、歪んでしまった家族観や人生観などを正当化できなくなっちゃいました。そもそも他人や環境のせいにする名前ですが、そうでもしないとしんどくて処理しきれません、えー。どうしたらしがらみから抜け出して楽に生きられますかね。ちなみに彦は一切バレてなく誰が見てもまっとうに育っていこ子です。上は大好きです。え、もう黙ってたら一生えっと、あの、 世の中、なんか、その、正しいことばかりをして生きてきた人じゃない人多いんですよね。僕も、あの、言えないようなこととか言っちゃいけないようなことも世の中いろいろしてきたので。なので、あの、飲んだ時にその友達とかに言って笑い話とかにしますけど、あの、公の場ではとてもじゃないけど言えないよね、みたいな話はちょこちょこあるんですよ。ただ、まあ、別にそんなこと言わなくてもいいと思うので、で、まあ、全くバレてないんだったら、もう、まっとうに育ったいい子っていう演技をして、今の幸せな生活をそのまま、 続ければいいんじゃないかなと思います。要その、何か事実を言ってしまって、その今の幸せな生活、まあ、せっかくその元に戻った、まあ、元々がひどい状態で元に戻ったいい状態のものを自分から壊してしまった時って、その自分が壊してしまったことっていうのに対して、今度はあの、また嫌な気持ちになってしまうので。この3万 PCOP ドルは何だったんだろう削除されたからよくわかんないけど。 えー、よかったら先ほど私が送ったスパチャを読んでください。よろしくお願いします。すみません。あの、さ、どれかわかんないです。えー、ひろゆきさん、今から本気で頑張れば、東証一部企業を作れますかえっ、ー、と、あの、東証一部上場企業を作るという目的のためだけに頑張れば可能だと思います。その、まあ、ある程度大きい売り上げを出して、利益が1億円ぐらいあって、で、それっぽい感じの事業であれば、 あの、当初マーザーズには行って、で、その後、あの、売上の数字をひたすらでっち上げれば、まあ、そこそこいけると思うので、本気で頑張れば IT 系はそんなに難しくないと思うんですよね。うんと、例えば、まあ、例えばその YouTube の仕事を今僕はしてますけど、その、あの、ちょろっと言ったと思うんですけど、そのなんか YouTube の僕の周りの切り抜きをしてる人だけでも、 そこら辺の動画の売り上げ合わせると結構な額になるんですよね。多分その、えっ、ー、と、なんだっけ、YouTube の日本の YouTuber のランキングがあるんですけど、今月の再生数のランキングの200の位のうち、なんか僕の切り抜きをしている人が3つか4つ乗ってるらしいんですよね。なので、あの、純粋に再生数だけを足すと、多分、その、 日本の YouTuber で再生されてる人の、その、か、顔でいくと、多分僕の動画が一番多いみたいになっちゃうと思うんですよね、今月。その、僕自身のチャンネルじゃないですよ。あの、僕の切り抜きのやつで。 っていうのがあるので、そんでそこら辺の情報を出していくと、多分間違って、その YouTuber 事務所としてうまくいくんじゃないかっていう風に誤解させることはできると思うんですよ。で、一応まあ、あの、要は、そこら辺のチャンネルの売り上げっていうのをうちの会社に表向き入るようになってるので、表向きの売り上げも結構大きく見せられて、で、将来性あるよねっていうので、で、じゃあ僕一人で今その状態なので、じゃあその切り抜きチャンネルっていうのを今度別の人に あの、ま、提携してやることになりましたとかっていうのを発表すると、同じ額、ま、同じぐらいのものが動き出すだろうとかって誤解が売り込めるじゃないですか。っていう感じでちょこちょこ増やしてって、で、ま、利益は現時点でもそこそこあるので、じゃあこれだけ売り上げがあって利益があります、図書マザーズですって言って、上がっていくのは不可能ではないんじゃないかなと思いますけど。 えー、ひろゆきさん難民キャンプが都市化しないのはなぜ人口がいたら商売が発生します。そして経済が起こるような気がするので、すがそんな感じの場所は少ないと思います。なぜでしょうか難民キャンプだからです。 その難民キャンプなのでその場でその自分たちが根を下ろして生活基盤を作って経済活動しようってやらないんですよね。例えばじゃあそれだけの人数がいたらもう耕してなんか種植えればいいじゃんってなるんですけど畑を作るんじゃなくて難民キャンプだから支援しようっていうので食べ物くれたりするんですよね。で食べ物くれたらいちいち畑作んないじゃないですか。 なのでそのじゃあ服がないっていうとなんかあの支援団体とか服くれたりとかっていうのがあるのでなのでその自分たちで物を作るっていうのをやらなくてひたすら難民キャンプとして時間を過ごすっていうのを地域によってはもう5年10年続けちゃったりするんですよ。 で、割とそのアフリカがなぜ発展しないのかっていうのも結構同じ問題があって、そのいちいち自分たちで、その、じゃあ畑作って工場を作って、その経済活動を広げていかなくても、なんか支援してくれる団体っていうのがいるから、そこから物もらって転売して金稼いだから儲かるよねっていうのがあるんですよね。っていうのがあって、なのであのアフリカがずっと発展しない問題っていうのがあるんですよね。 その、例えばじゃあ、身近な例でいくと、その、親がすげえ金持ちで、欲しいもの何でもあげるっていうのだと、子供って自分で勉強しなくなるし、就職もしないじゃないですか。その、某三田なんとかさんっていう、その有名な女性の、あの、タレントさんあの役者さん、女優さんの息子さんとかが、確か覚醒剤でなんか何回か捕まってるんですよね。 で、その結局その親が金くれるから働く必要もないし、で別になんかお金はもう湧いてくるんだから好き勝手していいじゃんっていうので、その親が金持ちで息子がクズっていうのって結構多いんですよ。っていうのがあるので、あの結局そのずっと何か物をあげ続けるっていうのは、そのもらい続けた人っていうのはその何かを育てるとか作るっていうのができなくなってしまうので、なのであの、 本当に一生その人が食えるぐらいの金持ちならいいと思うんですよ。イーロン・マスクみたいなね。そなんかあの、な、な,なんか、まあ、超はないのかな何千億円みたいな資産があるから、まあ、所得税で半分持ってかれたとしても、まあ、あの、2000億円とか残るわけじゃないですか、子供に。それ、あの、毎日、そのまあ、あの、1000万円とか使ってたらなくなるかもしれないけど、まあ、年間1億円ぐらい使っても、人間ってあの、せいぜい90年しかいれないので、90億円ぐらいしか使い切れないんですよ。 なので、結局のところ、そのなんか、100億、200億っていうのが、まあ子供に残せるんだったらもう全然問題ないんですけど、そうじゃない場合であれば生活するすべっていうのをちゃんと子供に残した方がいいんじゃないかなと思います、はい。 オートファジーについて調べると断食16時間で始まると書かれているものがほとんどでした。16時間でオートファジーが始まるのに断食16時間だとほとんどオートファジーが行われる時間がないと考えました。その辺について見解をお聞きしたいです。あの、運動するときにその20分ぐらい有酸素運動をするとようやく脂肪が疲れるっていうのなるんですけど、ただその20分後運動をやめたとしても打性で脂肪が消化されたりするので、なんでその16時間でオートファジーが起こった状態であればそのオートファジーがある程度続くっていうことなんじゃないかなと思います。 えー、ひろきさんの切り抜き動画の収益はコンテンツアイデンによってひろきさんと折半しているとのうとですが、どんな割合で折半しているんですか ?50、50です。折半って50、50のこと言うんじゃないのえー、Google は仕組みとして割合を設定できるなんてものを用意しているんでしょうかい,いえ。えっと、うちの会社に1回100%入って、で、残り50%を振り込むっていう形にしてます。 現在30代後半年収600万で何年後かに上昇するかもしれないベンチャー企業に設立され勤めています。今後もずっとサラリーマンでいることに不安がありますが、プランも何もありません。友人にキャンピングカーで日本各地でも回ってみようかなと話したところ、生活を YouTube のネットするのであれば、友人が代表勤める会社で車代よいもどお金に準備してくれるって言ってます。将来稼い可能性どちらがあると思いますか給食の選択肢はなく、通勤が必須な会社です。えっと、残念ながら、あの、キャンピングカーで YouTube 生活をしている人はすでにいます。 で、ブログ書いたりしてる人がいるので、あの、単なる二番煎時なので、あの、うまくいかない可能性があります。要は珍しくないです。なので、その自分のトーク力だったり、その顔がイケメンであるとかってプラスアルファの能力があるのであれば、再生数伸びるかもしれないですけど、残念ながら先行者には勝てないと思うので、普通に働いた方がいいかもしれないですよ。金儲けたいのであれば。あの、楽しいやりたいとかであれば、全然いいと思いますけど。 えー、というわけで、あのー、ちょっと、あの、出かけなきゃいけないので、今日はこんなところにします。はい。なんか、相変わらずバタバタとした、もうね、あの、こう、あの、スパチャ締め切りましたを出したとしても、なんか、結局全部読めるわけじゃないので、すいません。はい。じゃあ、お疲れ様でした。楽しい夜を過ごしてください。あ、12時までもあるの珍しいね。ピース。